学で成長虹色動画。今日はオレンジ色草、親子遊びでニコニコ、運動神経向上プログラム、親子二人で楽しめる外遊び参戦。はい、レモンちゃん、よろしくお願いします。はい、36度超えとるぞ。これは皆さん水分補給、熱中症対策だけはね、しっかり行いながら外遊び楽しんでみてください。遊びと遊びの間は日陰でね、ゆっくり休んでください。さあレモンちゃん、一戦目いきます。一戦目はですね、手押し車だ。手押し車、まず手押し車で10歩いけるかチャレンジ、それからパパを持てるかチャレンジ、そしてジャンピング、手押しジャンピングができるかどうか、はい、その3つにチャレンジします。はい、はい、それでは、お、はい、5じゃ、5、せーの、1、2、3、4、5、 OK、 ベリーグ。今度こっちからカメラに向かって5行きましょう。はい、10歩いけるね。こっからカメラに向かって10歩いきましょう。はい、行きましょう。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、クリアー、イエーイ。おー、レモンちゃん手押し車得意ですって。さあ、そしたら次、今度はパパを持てるかチャレンジね。パパを持って、パパ5を進みますから、その間しっかりグッと耐えてくださいね。はい、はい、お願いします。よし、お、いける。1、2、3、4、 OK、 いける、離して OK、 すごい。今度は向こうに行きます。はい、よし、よし、行きます。よっよっ、はい、行こう。1、2、3、4、5、はい、OK。 やばいじゃん、無理。レモンちゃん強くなりました、腕力強くなりました。はい、次、最後は、はい、もうフラフラ来ましたね。太陽の光が強い、ジャンピング、これは1回できたらもうそれ十分です。はい、このまま、はいはい、ピョーンと手で外ってみてください。ピョーン、お、いった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 、もう一回いける、はい、OK、 クリア。おー、すごいすごいすごい、いや、パワーもやっとくかな。はい、持ってみてください。これ持てないから。はい。落ちる可能性考えてみよう。いいよいいよ。はい。油断。よっしゃ。あ、よし。ぴょん。ぴょん。あ、楽になる。よし、オッケー、ありがとう。楽になる。次ってみよう。せーの。コンビネーショングーパーステップ。はい、レモンちゃん、次は、グーパージャンプの結構レベルアップバージョンいきます。2パターンやります。はい、まずはですね、2人で親子で手をつなぎます。はい、 OK、 もう厳重、汗がダラダラ厳重です。はい、これでグーパーグーパーで順番に飛んでいきます。はい、まずしたらレモンちゃんパーからね。はい、はい、せーの、パーグー、あ、ごめん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 、ねー、ここやね、前後ろパー後ろグーパー、あ、グー、パー、あーで、これを交互にやっていきます。はい、行きます。レモンちゃん、パーね、うん。はい、せーの。パー、あ、グー、パー、あ、グー、パー、あ、グー、パー、あ、オッケー、オッケー、バッチリバッチリバッチリ。はい、今度、これに、サイドステップを組み込んでいきます。パー、あ、グー、右、左、パーあグう右左で左右のこのサイドステップを組み込んでいきます。やってみましょうか。パーあグう右左、パーあグう左、パーあグう右。オッケー。疲れた。ね。いやこれね、もうパパの体力が。レモンちゃんもきついでしょ、うん、これ終わったら、うん、あと今2戦目やから、このねブロック終わったらゆっくり休憩しよう。はい、はい、ということで2戦目はコンビネーションのグーパーステップでした。次行ってみよう。ドーン、二人縄跳び。はい、二人で縄跳びしていきます。まず縄跳びをね、交差します。これとこれ、こことこう交差して、レモンちゃんがパパの縄跳びを持って、パパがレモンちゃんの縄跳びを持って、これで2人で前跳び、まず5回いきましょう。はい、いきますよ、せーの、
1,2,3,4 OK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  よーし。さあ続いて10回に挑戦です。ピクトレモンちゃん、はい、息を合わせて10回、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9、よーいやいや、イエーイ。はい、最後は後ろ跳び5回挑戦。さあこれ難しいぞ。よし、これは絡まりますので、うん、よし、はい、また持ち直して、はい、クロス、こうして、こうして、はい、これでラストだ、いくぞ、5回いくぞ。はい、せーの、1,2,3,4,5。あーもう、まあギリギリセーフ。はい、OK、拍手。セーフでしょ、セーフでしょ。はい、というわけで、はい、皆さん、もう夏暑い、暑いけどね、外遊びはね、心の成長、体の成長、もうすべての成長、親子の絆の深まり、もうどれをとってもいいことばっかりなんで、水分補給、そして休憩をしっかりとりながら、夏も全力で、秋も全力で運動楽しんでみてください。レモンちゃんもありがとう。はい、また会いましょう。さようなら。バイバイ。